素材採取できる場所がありますよ。せっかくですから探ってみては。荷物が重くなったら私に直接売却のご指示を。不要なものを処分してお金に換えさせていただきます。私が拾い、私気まぐれなの。パターンネットを確認。今は逆転攻めに効果的な機会がありません。なんだ、またあれ気の毒だとは思うが、子供魔物はあちこちにいるし、似たいちいち関わってられないんだよ。狼か、別件で近くを通った時にたまたま調査の許可が下りなかったんで、場所かい？それなら東の街道沿いだよ。奴らは餌を巣穴に溜め込むんだよ。助けるつもりがあるなら急いだ方が。ロジェ殿はそこにいるに違いありませんね。そこまでなら私が案内できます。
頭部を残すと厄介ですね。私が確実に壊して復活を阻止しますよ。こちらへどうぞ。どうしました？そろそろ進まないと。牛です。大きいですね。食料がないときは牛から肉を得るのも手です。今こそランタンが役立つ時です、各社様。
そこに何かありそうですね。よく見て判断すべきですね。狼がいますよ。氷は効きそうにない相手ですね。最初は私が。これはすごくいいものですよ。お見事です。強運が引き寄せたのかもしれません。我々の個性、いいまとまり方ですよ。うまく役割配分できていますから。これならどこにでも行けそうですね。きっとそうだと思ってましたよ。さあ、どんどん行きましょう。天敵一緒。私が追いつきます。斬新なやり方でしたね。私の世界では。これは驚きです。圧倒と呼んで差し支えない勝利でした。この紅葉が我々をさらに高めるでしょう。火を消せ。ガードを固めても無駄ですよ。抱えてやれば、ほら、無力です。よく抑えついてくれました。追撃します。さすがの連携です。私は生存行動を重んじ、体力管理に徹します。スタミナにも気を配り、回避や防御を優先します。
私の後ろを追ってください。こちらを進みましょう。強化されるべき一撃です。ほら、まだ敵が残ってますよ。火の属性を付与します。では、私に続いてこちらへ。ようやっと到着ですか。よく物音を聞いて気配を察するのです。何が来ても驚かないようにしたいものですね。またこの敵、やれやれですよ。
まりましたね。報告に行きましょう。悔やんでいるだけじゃ無意味です。どんな結果であれ報告は責務です。私の後ろを追ってください。ついてこれていますか？仕方ない、待ちますよ。さあ、こっちです。一緒ですか。うまく使えば旅が楽になりますよ。果たして運賃に見合う快適さはあるんでしょうか。では私に続いてこちらへ。またあそこに立像が見えますね。目的地候補として覚えておきますか。そちらに進むんですか。ならば案内は中断いたしますね。各社様の意向に従いましょう。道案内はまた後ほど。
オーガが現れました。警戒しつつ尻込みしすぎないように。魔法の力で属性効果を付与します。相手の体勢を崩しましょう。敵に伏せさせることで優位に行きます。一人でこの仲間たちとなら。
これはいい。壊して正解でした。オブゴブリン発見。炎で攻めるのは無駄になりそうです。そういえば、異界ごとにマスターの好みも違いますね。獣人ポーンを好むマスターもいました。丁重に値するお話です。無理だと言ったろ。お顔を当たってくれ。餌をため込んで、できるだけ急いでくれ。それと気をつけてな。私の後ろを追ってください。さあ着きました。やれやれです。お客さん、ロジェの件はどうなったね。なんだって。そんな、じゃあロジェはもう、ロジェは、すまないね。なんかお礼を。少ないが、取っておいてくれ。ロジェ、かわいそうに。想定外ってやつですか。驚かせてくれますね。楽しいばかりが冒険ではない、そういうことです。それはそうでしょうね。よかったら見てっとくれ。私は何より回復支援を得意としますので、自己判断で手持ちの支援品、情報収集はまず会話から、基本中の基本ですね。
私は祭司より攻撃行動を優先し、強敵に率先して向かいます。己を信じ、時には独自の判断で動きます。あそこのお屋敷に聞いた話じゃ、あのお屋敷の中にはありとあらゆる魔道具が揃ってる。ただとにかく気難しい人だからね。普通に尋ねても挨拶もしないうちに門前払いになるだけさ。なんじゃね、お客かね。いらっしゃい、ご用は。足が棒になった。あら、お客さん、武器屋になんのよ。どこでも需要があるのよね、武器は。国境近くならなおさら。もめ。仕事も多いから。
毎度ありがとう。ゆっくり見ていって。軽量化を図りましたよ。どうでしょうか。あらお客さん、武器屋になんのよ。どこでも需要があるのよね、武器は。
国境近くならなおさら。揉め事も多いから。毎度ありがとう。いらっしゃい。ご用は。もっと取引先を増やさねえと。いらっしゃい。ご用は。水賀の、言ってみれば盗まれたよう。見ていきますか。今つぶしするだけの仕事を。じゃあ遊んでくれないかな。なんで買ってくれるんだよ。いらっしゃい。ご用は。酒や食事もいいが、何もしないのか。いらっしゃい。今の職にこだわらず、新しい型に挑戦してみては。
どうですか？進展はどうですか？毎度あり。どうです？見ていきますか？集中力が続かないのは人生でも緊張しっぱなしますよ。ずいぶんお疲れ。交易の街は人に酔うんだ。一旦この宿で一息ついて。早めに寝るのは悪い気はしません。目覚めの気合い入れに魔物でも借りますか？やることはたくさんあります。目覚めの気分はどうですか？お惑うことしかできぬ。長距離移動なら牛車を使うのも手ですね。夜間は運行しませんから昼の移動に限りですが。私に何を期待してんのさ。何しても続かない。これ何かが書かれているようですね。読んでみればいいですよ。まあどうも。何かご用ですか？特にお前さんに話はないが。何か用かしら。規律を守るのが我々の務めです。バタルに入国希望か？通行証を見せてみろ。侵入禁止だ。下がれ。